ちゃう。あっちゃんです。よくね、日本ではね、出る杭は打たれるってよく言うやんか。で、これにね、対する名言、あっちゃん大好きな言葉やねんけども、松下幸之助さん、パナソニック、ナショナルの社長やね、創業者やね、松下幸之助さんは、出過ぎた杭は打たれないっていう名言を残したね。松下幸之助さんって言ったらね、松下塾って言って経営塾をやったりね、やっぱり日本で、ね、飛ぶ鳥を落とす勢いで日本の高度経済成長期を支えた人やねんね。その松下幸之助さんが出過ぎた杭は打たれないっていう言葉を残したんよ。それとね、トリンプって下着のメーカーの社長やねんけどね、その社長って元社長やねんけど、その人が残した名言にね、出る杭になれ、出ない杭は土の中で腐るって言ったよね。要はね、どれだけ優秀な性能力持ってても、打たれることを恐れて土の中で出ないままでは腐ってしまうって、それこそ宝の持ち腐れっていうことやねんね。でこれってね、日本人の美徳って言われてね、日本人は言わんでもわかるでしょうみたいなところってあるけど、これってね、あっちゃん日本人の美徳ではないと思うのよ。これって近代日本人の美徳であって、本来の日本人ってそうじゃなかったんちゃうかなと思うね。で結局、日本を変えてきた人、日本を作った人って考えていくと、まずね、歴史を紐解いていくとね、江戸時代を作った徳川家康、戦国時代、安土桃山時代を築いた、豊臣秀吉、織田信長で、室町時代、鎌倉時代、室町時代、奈良時代ね、いろんな人がね、なんだ、源義経かとか、平、ね、平家源平の戦いがあったりで、室町時代は誰がおったんかな、分からへん、やっぱり歴史あんまり勉強してなかった時代の。奈良時代なんかやったら、奈良時代、藤原の鎌足りであったり、飛鳥奈良のあたりやったら、畑が出てきたり、小野の妹子とか、蘇我氏とかねがあって、要は戦いでね、首を取ったとかって、そういうのがあった時代からずっと考えていてね。でその江戸時代を終わらせた、良くも悪くも日本を変えた立役者、松下村塾の、生徒たち、和助、とか桂小五郎とかね、白さんねとか、西郷隆盛もそうやね、で坂本龍馬もそうやね、新選組もそうやね、そういうね、いろんな人たちが日本を支えてきた。あの人たちはみんな右に習いやったんかな、違うでしょ、飛び抜けた杭やったでしょ。だからそういう人たちが日本を変えてきたと思うね。じゃあなんで日本人がそんなに牙が抜けたのかっていうと、まず村八分にならないこと、あと妬み嫉妬、差別をしてはいけない、個性を押し殺せ、目立つな、嫌われたくない、要は八方美人ね、空気読めっていうけど、これってどの時代にできたと思いますか。あっちゃんが思うにはね、まず村八分にならない、これってね、第二次世界大戦で本当は自分のお腹を痛めて産んだ子、大切に育てた子供が
16、17、18、20歳過ぎの子供が自らの命を張ってお国のため、お国のために散ってこいって送り出されて戦地に向かったその子供たち、本当にあの親たちは昭和のね、第二次世界大戦日本を守ってくれたあの特攻隊とかね、戦地前線で戦ったあっちゃんのおじいちゃんもそうね、お母ちゃん方のおじいちゃんもそうやねんけども、20代で戦地に向かって亡くなったんやけど、その人たちを送り出した家族たちは本当に送り出したかったんでしょうか。もしあっちゃんが今で言う今戦争学校ってうちの子供が戦地に行くやったら行かせたくない、でもなんで行かしたんですか。隣組がチクって隣組から嫌われたくない、村八分になりたくないから右に習えで万歳言うて子供送り出したんちゃうんかな。妬み嫉妬、これも昭和に入ってから生まれた感情やと。差別はいけないね、差別禁止令ができたのも昭和になってから、要は戦後やね。まあ、これね、差別って言うけど、差別と区別の履き違いっていうのがかなり大きいのよ。差別はもちろんダメです。でも差別がダメイコール区別もダメみたいになってきてんねんね。だから昔はね、背が高い低いで区別された、男女で区別された、あと他にもね、いろんなことで区別された、頭のいい悪いで区別されたことが、差別ダメイコール区別もダメってことで右に習えになってきてね。だからあっちゃんのちょっと後やねんけども、運動会かけっこしたらお手手つないで全員1位なんよの時代もあったんよね。でやっぱり変にこう飛び抜けて、学校教育でもせえねんけど、ズバ抜けて賢い人間とズバ抜けてバカな人間じゃなく、平均とってみんなが分かるように、最後のみんなが分かるまで勉強する。だから頭のいい人はスポイルされていく、頭の悪い人は底上げされていく。だからみんな平均値ぐらいでいてんのね。これも特別にズバ抜けた人を叩き潰すような教育やと思うんで。で個性の押し殺し、これは何かというと多数決、多数決で決めるっていうのは、多数決の少数派は間違いっていうのは、少数派っていう個性っていうのはね、マイノリティっていうのは少数派、少数派は個性なんよ。その個性を押し殺しね。だから、まあ、今でこそ LGBT のね法案とかできたり、 LGBT がどうのこうのってなってきてね、女の子がスカートじゃなくパンツ履いて学校へ通ってもいい、制服着てもいい、男の子がスカート履いて通ってもいいっていう時代になってきて、 LGBT、トランスジェンダーとか、もちろん、レズビアン、ゲイ、が普通に、生活しててもそんなにね言われない時代にはなってきてるけども、それでもやっぱりこうやって一応時代ではそうね言われてるけど、未だにやっぱり差別されてる、はっきり言ってね。で差別と区別の違いを間違えてるんだね。で男女雇用均等法、あれ女性は子供産んでやっぱり体も大切にしなあかんのに、なんで男女雇用均等法、男と女と平等な、平等じゃないよ、それは差別してんじゃなく区別、男と女は別の区別する、だったら女風呂男風呂いらへんでしょ、一緒に入れたらいいやん。でもそこで別に区別してんのに、仕事場ではなんで男と女が区別されないの。女の人っていうのはやっぱりね、体のことを、自分の体を守らなあかんし、やっぱりね子供生まれて守っていかなあかんっていうのもある。だからこそお腹の中に赤ちゃんを身ごもって10ヶ月守っていかんなのは女性なんよ。でも男性と同じ待遇で働いてたらお腹の赤ちゃんも守れへんでしょ。だからそこは差別でもない区別なんよ。だからこそ特別扱いをしないといけない場所ってあんねん。でもそこで同等ではダメやと思うねんね。であと個性の押し殺し、やっぱりねちょっと変わったことしたらあいつ変やって指さされる。で個性って押し殺されてみんな平均なんよね。
これこそ出る杭が打たれて同じ杭の長さで土に埋まるとこは何センチ、土中に出るのは何センチってみんな同じやねんね。平均取られてるの、平均がええって言われてるこの世の中やねんね。で目立たない、目立ったらそいつだけ目立ってしまったら叩かれるんよね。目立ったら褒められる、それがほんまなんじゃないの。でも目立ったら叩かれる、なんでか平均値がいいからやねんね。でやっぱりね、何か言うたら嫌われる。嫌われたらええやん、嫌われ上等よ。あっちゃんも最近思うんだけど、昔はやっぱり嫌われるのが嫌やから発言できへんかった。今はもう嫌われていい。ね、スヌーピーの名言にね、あなたを嫌う人のために時間を使うのはもったいない。なんでかって言ったら、もったいない。まあちょっと言い方間違えてるけどね。あなたを好きな人のために時間を使うために、自分を好きな人のために時間を使いたいから、嫌ってる人のに時間を使いたくない、それでいいのよ。だって嫌われんねん、何してても嫌われる。あっちゃんなんてすごい嫌われてるよ。どんないいことしても何しても嫌われる。それがあっちゃんのバットの数であったりアンチの数なんよね。だからそんな嫌いなやつに好かれる必要ないの。でもそれを嫌われたくないからって平均値取ってたら、好きでいてくれる人に失礼である。だから、嫌われ上等なんよね。でもそれができへんのが日本で、日本人は空気を読むって言うけど、本当に空気読んでたんでしょうか。江戸の侍たちは、いや読んでなかったはずです。読んでたら下克上したり、ね、内乱があったり、戦争なんてしてないよね。ある意味日本の国内戦争、国内の乱っていうのは戊辰戦争、今からもう百何十年前やね、150年ほど前なのかな、に起こった戊辰戦争が最後なのよ。その後日本では内乱がないね。それは何かって、みんなが空気読んで揉めたらダメだよって。いや誰だっていろんな意見あるでしょう、意見のぶつかり合いあるでしょう、それで上等なんよね。でちなみにアメリカではどうなのったらね、アメリカにある言葉でね、The squeaky wheel gets a grease っていう言葉があって、きしむ歯車はグリスを刺してもらうことができるっていう言葉があるんね。そう、ギアがキー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 なりだしたらグリスさせてくれるんやでっていう話やね。これどういうことかって言ったら、意見をきっちり言うたら話聞いてもらえるよって。黙っとったら聞いてくれへんよ。ギアがキーキーならへんだ、誰も油させてくれへん。キーキーなるから油させてくれんねん。だから人間キーキー言うたら意見聞いてくれるんやでって、言わへんかったら聞いてくれへんでっていうことや、ね、だから出る杭になれよっていうのがアメリカやねんね。日本は出る杭になって意見言うたら意見潰されるけど、外国は意見聞いてくれるんよね。だからね、どんだけ素晴らしい意見持っとっても発言せえへんかったら相手に伝わらへんよっていうことなんよ、アメリカでは。まあ、アメリカがあっちゃんはええとは言わへんけどね。で、日本人はね、言わんでもわかるでしょっていうことやね。だから意見しゃんでもわかるってことやね。だからね、平等を壊す、余計なことをする、そういう人は邪魔されて憎まれる。それが日本なんよね、今のね。でも江戸時代をよく考えて、江戸時代って将軍様に当てて物を言う、いろんな人に物を言う、黙っとらへん、黙っとるんじゃなく、やっぱりいろんな意見を言う。意見を言うことによってもちろん聞いてもらえたりね、のし上がれる。それが言ったら織田信長にずっとひれ伏しとったけども、自分の意見を言うことによってのし上がった豊臣秀吉。織田信長が、独裁っぽかった。まあもちろんね、昔の時代はその何て言うかな、幕府を持っとった人の一強やったからね、独裁に近かったけど、その独裁を倒すっていうのも自分の意見やしね、やっぱそういう熱いところはあったけど、今の日本人にはないんじゃないのかなと思うね。なんか結局ね、今の日本、税金が高くなったり、増税クソメガネって言ってるけど、口々に言ってるけど、実際増税クソメガネを下ろすために自民党を下ろしをしようって立ち上がってますか。やっぱり右に習いで自民党が上がってくるでしょ。で結局上がっていって通った人に口々で悪い悪いって言いながら、じゃあその人に向かってそうやってみんなで引き下ろそうでって運動せえへん、学生運動せえへんでしょ。やっぱり昭和のね、まだ初期の頃には学生運動も盛んやったりね、やっぱりみんなが熱かったんよ。そういうのがなくなって日本人って本当に牙が抜けたなって。だからね、みんな
土の中で腐る杭であになってんのよ。宝の持ち腐れ、だからみんな土の中で腐ってると思うね。だから今の日本からずば抜けてすごい人が出てこない。でも悪い人も、悪いというかダメな人も少ない。日本はある意味良くも悪くも平均値っていうところなんよね。だったらずば抜けて出たらいいと思う。だからあっちゃんがずば抜けて出ようとして YouTube でこんなことやってたら叩かれるんよね。だからあっちゃんをの動画、まあ、みんな今見えへんのね、コメント欄ね。グッドが15、6、バットが150ぐらい、10倍ぐらいバットついてんねん。そう、あっちゃんは出る杭なんよね。みんなと同じ平均値ではいてない。みんなのと右にならへんの話をせへん。こうやって尖った話をしたら必ず叩かれんのよ。今でこそアンチが出る杭叩いてくるアンチコメントはこっちから叩かれへんように防御してる。それがブロックやねんけども、でやってるけども、陰で叩かれてるでしょうね。そんなもどうでもええのよ。いくら叩かれてもあっちゃんは出すぎだろって、とことん出だろうと思ってんのよ。だからある意味尖った配信してんねんけどもね、うん、もちろんね、それでもね、いろんなところに通報したり、あっちこっちにね手回して叩き潰すんやけどもね、ふざけるなよってあっちゃんは思うのよ。だから結局ね、アホみたいなやつらがはびこって、みんなが平均値になってる、面白くない世界になってんね。だからテレビ面白く なくなったでしょ。今 YouTube 面白いですか。 YouTube すらもうコンプラ厳しくなって面白くなくなったでしょ。初期の YouTube は配信者の、良くも悪くもファミリービデオって言われてたのが YouTube やったのに、今はなんかもうテレビと変わらへん。そう、みんながお上品になっておもろくなくなったんよね。もっとバカやって、もちろん迷惑かけたらあかんけど、迷惑のかからんバカはやって楽しくやっていくのが YouTube やったのに、コンプラ厳しくなってもうテレビと変わらへん。だったらテレビでいいんじゃないの。もうテレビがおもろくなくなったから YouTube 見てたのに、 YouTube がテレビ化しておもろくなくなってきてんのよ。じゃあ次どこ行きましょうかって話になってくる。そうやって日本っていうのは伝っていくんじゃないのかなってあっちも思います。だから、本当にね、つば抜けて飛び出す杭にならないとあかんのじゃないのかなってあっちゃんも思うんでね。あっちゃんはとことん出てやろうって思って、出る杭は打たれる世界はおかしいと思う。みんなも出る杭打つ暇があるんやったら自分が出すぎたらいいんじゃないのかなと思うあっちゃんでした。ということで、今日のあっちゃんの話良かったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。まあね、こういう杭も打たれるでしょう。バットの数めっちゃ多い動画やと思います。ではまたね、バイバイ。